島対長野のゲームです。画面向かって左側、ホームの福島、イエローのユニフォーム、前半のスタートとなります。 J3 の第23節、福島対長野のゲームスタートしました。まずは長いボールを掘り込んでいきました。中央から崩してくるシュートはブロック、もう一度左打ってきました。ポストの右外れている。左からの鋭いシュート東です。弾き返されて、もう一度東狙っていきました。トカチが持って右に送る、田村は右足をポスト、ポスト強烈なシュートはポスト、エリア内でした。ワンタッチしてからのシュート、長野がゴール前迫る、シュート、ここはなんとか守りました。笛が鳴りました。後半の45分スタートです。左のエンド、ホームユニフォームイエロー、カメラから中央へ、もうここは合わない、ただ拾い直す、シュートを放ってくる渡辺、パンチング、ゴールキーパーの渡辺が拾い直しました。そして福島は遠藤が送られています。ゴール前を脅かしました。もう一度拾って、ここは福島がカットして、さあ持ち上がる、トカチが右に、左には田村がいます。トカチに送った、一枚来ましたがシュート、先制点は終盤に福島で入りましたが、さあリプレイでご覧いただきます。スタメンのトカチにとっては少し厳しい時間帯ですが、右サイド懸命に走っていました。そして出てきたボール、1人寄せてきましたが、右足強烈なシュート、そしてこの池田の右のアウトサイドを使ったボールも素晴らしかった。前線へ、ここで長い笛、ホームの福島、長野を下しました。